イージーカムイージーゴー、基本の基本。この番組はこれまで買った本を最後まで読み終わったことが一度もない私キホがこれだと選んだ一冊を地道に読み進めてはリアルな感想をダラダラベラベラ喋っていく10分読書感想文です。噛んだねこのラジオ読書感想文です。もうやる気ないですね。このラジオは NRS ラジオから YouTube ポッドキャストでお送りしております。はい、それでは皆さん初めまして、この番組のパーソナリティを務めさせていただきますキホです。私、そうですね、あのタイトルでも言いました通り、これまでですね、最後まで人生もう20年ぐらい生きてるんですけど、本を最後まで読み切ったことがですね、本当に一度もないんじゃないかってぐらい本が苦手なんですね。なのでこの番組と聞いてる皆さんの力を大いにお借りして、できるだけ多くの本を読破して、もうしっかり読了していきたいと思っております。なので皆さんお力を貸してください。ぜひお願いします。はい、それではですね、次とか言ってしまった、なんやろうね、概要はまあそんな感じなんですけど、そうですね、この番組としてとりあえず一冊決めたものを持ってくるんですけど、今日私キホが選んだ本、ででん、心を整える56の習慣です。勝利を手繰り寄せるための56の習慣ですね。こちらですね、長谷部誠さん、サッカー日本代表のキャプテンを務めていらっしゃった長谷部誠さんが、2011年3月16日に販売された本です。これはですね、幻冬舎さんから出されてまして、ジャンル的に言うとエッセイとか自己啓発に近いんですけど、まあ、ビジネス書にも使えるし、まあ、長谷部さんとかサッカーがシンプルに好きな人が読んでも楽しいんではないかなと思えるような一冊です。私ですね、これ56の習慣ってサブタイトルにあるんですけど、こんなにいくつも習慣をお持ちの長谷部誠さんのことについて先ほど少し調べてまいりました。まあ、皆さんご存知かもしれませんが、2018年の代表というか現役引退を宣言されるまで、2006年から2018年まで日本代表でプレーされており、2010年、2014年、2018年はキャプテンとしてワールドカップに出場されています。キャプテンとしてですね、出場してきた大会たくさんあります、この長谷部さんなんですけれども、一体どんな生活を送っていたら56も習慣が出来上がるのかっていうところも気になるし、それってプロサッカー選手だけに言えることなのか、私たちにも本当に同じことが言えるのだろうかっていう視点で本を読み始めていこうと思います。はい、ではそれではですね、リアル読書感想文を今からベラベラと喋っていくわけなんですけれども、56の習慣って言いつつも、私まだ56分の16までしか読めてないんですね。で、そうですね、じゃあとりあえず16個のうちの一番自分にというか、プロサッカー選手でないただの人間基本に刺さったというような章をご紹介していきましょうかね。目次からいこうかな。そうですね、あー、これですね、8章、子供の無垢に触れる。これはですね、キホの永遠のテーマでございます。子供も苦手っていう、本も子供も苦手、どうするんだお前って感じですけどね。そうですね、8章、じゃあ見ていきましょうかね。そう、長谷部さん実はこの本の売り上げで保育園も建てられているんですね。で、長谷部さん自身も、まあ、代表を引退する前もそうなんですけど、されてからちょくちょく保育園に顔を出されて、七夕とかも子供たちと一緒に過ごされてるんですけど、そういうイベントごとを大事にするまるで素敵な彼女のような方なんですけれどもそうですね、まあ8章の最初に、僕の姉には3歳になる娘と0歳の息子、そうですね、現在は5歳、そうですね、今私が手に取ってるのは文庫本ですので、時は進んでますので、5歳と3歳の、めいっ子さんとおいっ子さんがいらっしゃるということで、そのめいっ子さんとおいっ子さんって日本にいらっしゃるから、そうですね、ドイツでプレーされてるんですけれども、長谷部さん、この帰ってくる時に少ししか触れ合えない子供の無垢さに触れるっていうのは、まあ、子供が好きな人からしたらたまらないですよね。そうですね、なんかすごく一生懸命サッカーをされていて、子供と触れ合う機会がなくて
子供と急に触れ合ってムクサに触れるとそうかパワーがもらえるのかと思いながら、私は全然響かなかったんですけど、ここはすいません、刺さったというか、あ、これは一般の人でも、あ、そういう人もおるやろうなみたいな、めちゃくちゃ忙しくて仕事ばっかりしてる人でも、まあ、例えば子供がいて家に帰ったら子供いるから頑張ろうって思えるとか、子供の無垢さに触れて、あ、明日も頑張ろうって思える人もいるのかなって思ったんですけど、子供が苦手な私からしたら、あ、家に帰ったらなんかちびっこがおるんかってなってしまうんで、へーって感じですよねっていう感じです。8章、はい、次行きます。じゃあそうですね、一般の人でも刺さったとこじゃなくて私キホに刺さったところを今日最後紹介していきます。そうですね、56分の16のうちに、どうかな、あ、これですね、12章先輩に学ぶ、これはこの長谷部さんのエピソードをしっかり書かれてるんですけど、キングカズさんと海外でお食事に行かれたという、まあ、もうその字面がパワーのすごいんですけども、だキングカズと長谷が一緒に飯食ってんのかってなるし、それでですね、中身的には、まあ、ちょっと全部言うとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、キングカズさんからしたら、まあ、長谷さんは後輩に当たると思うんですけど、全部まず話を聞くらしくて、自分の話を一切しないという話の聞き方のスタンスがまず、まあ、これどっちかっていうとキングカズさんから私は刺激を受けたというか、わ、そうなんやって思って見てたんですけど、その中で長谷さんが一番カズさんから の言葉の中で、あ、そうかと、ずいぶん参考にさせてもらったと書いているのが、お付き合いにおける距離っていう、私もその言葉すごいなんだろうって不思議に思ったんですけど、年上の鈴木啓太選手ですね、長谷さんの選手は人付き合いがとてもスマートで、オンとオフの切り替えがとてもうまいって書いてあるんですね。でもそれって、そういう人って割と周りにたくさんいそうな感じがするんですけど、やっぱプロになると全部がキラキラしてるから距離感がつかめなかったりするのかなって、私はすごいこの文章を読んで思ったんですけど、人見知りが激しくてうまく話せないことが多かったって言ってる人が後の日本代表キャプテンになる長谷さんなんですけど、どうやって距離感を詰めていくんだろうっていうのが、まあ、多分悩みだったと思うんですね。キャプテンになる前なんかとてもチームの潤滑油どころか、ね、チームの中でどううまく滑るかっていう話だと思うんで、あ、そうか、なんか、なんやろ、スマートに振る舞う人との距離感っていうのを、なんだろうな、ゲームの中じゃなくてそうやって人との話をしたりとか、なんかまあお酒の場で学んでいって、それがゲームにつながっていくっていうのはプロならではだなと思うし、それが私たちでいう、なんだろうな、新年会だったり忘年会だったりするところとか、あとはまあ別にお話をするような時間を設けてる私たち普通の人の仕事に対する潤滑油じゃないけど、人とお付き合いにおける潤滑油だったり距離感の程よさっていうのにつながっていくんだっていうのを、プロ選手でも学べる場所があるんだなと思いつつ、自分たちも学ばなきゃだなと思いました。それがカズはですね、そのケイタさんのこと、ケイタについていけば大丈夫だからっておっしゃったんですね。それを後々長谷さんがよくよく考えて、どういうことだろうなって見てるうちにそう思ったのかなと思うんですけど、この文章を読む限り、やっぱそれをそんなとこまで見てるカズさんっていうのと、それを言われて何のことだか分かんなかったけど観察するうちに気づいた長谷さんと、別にカズさんに振る舞いを見せてやれよと言われたわけでもないけど、それをかなりしっかり生活の中で発信していった啓太選手とっていうは、プロの世界というか自然と人間関係の中でそれが見えるような関係図になってるっていうのがやっぱ素敵だなと思いましたね。先輩後輩っていうことに関しても、まあ、この章の中でいう、まあ、先輩に学ぶっていうところをよくまとめてあるなと私は思いました。はあ、危ない危ない危ない。そう、
これは10分リアル読書感想文なんでですね、今日はこの辺にしたいと思います。それでは、今日おさらいをしていきたいと思います。今日読んだ本は幻冬舎出版の心を整える勝利を手繰り寄せるための56の習慣、取り上げたのは第8章第12章でした。はい、著者はサッカー日本代表元キャプテン長谷部誠選手でした。ぜひ皆さん、ご意見ご感想、私も思ったそれなっていうようなポイント、コメントでもメールでもどちらでも受け付けておりますので、第1回お聞きいただきありがとうございました。はい、来週も引き続きこれを読んでいきたいと思います。それではまた来週。